発表。降板理由は左足ふくらはぎの痛み。メッツ8位4ブレーブス。日時間27日ニューヨークメッツ。千賀博史大投手は26日。日時間27日、ヨンドコロチで行われたブレーブス戦に先発し、5回、1、3で73球を投げて2安打2失点、1吉9球奪三振の力投で今季初勝利を手にした。復帰登板を白星で飾ったものの、6回途中で左足を負傷し、緊急降板していた。千賀は2月に右肩痛を訴えて離脱。自身の血小板を注入して、組織の修復を図る P 注射を打ち、治療に専念。開幕オフ勝者、リスト、ビルで迎えた。4月下旬に、実戦形式の投球練習、ライブ BP に臨んだものの、5月下旬に、上腕三頭筋の炎症が判明。コルチゾン注射を受けた後、脳スロー期間を経て、5月28日、同29日にキャッチボールを再開し、マイナーでの実戦登板を経てこの日復帰した。初回先頭打者を自慢のお化けフォークで空振り三振に仕留めると、3番のマルセル・オズナ、外野手に四球を与えるも無失点に封じた。2回にアダム・デュバル外野手に2ランを浴びたが、3回に JD ・マルティネス外野手の満塁弾などで味方打線が一挙7得点。援護を受けた千賀は以降は順調にアウトを重ね、5回までに9奪三振。球数も70球に抑え、6回のマウンドに上がった。しかし、ここでアクシデントに見舞われる。6回先頭、オースティン・ライリー内野手との対戦。カウント0から2から打ち上げた打球は内野にフラフラと上がった。千賀は打球を見上げた直後、左足を引きずり、フィールドにうずくまった。トレーナーらも駆け寄り、千賀は左足を引きずりながら降板。ヨンドコロチファンからは拍手が送られたものの、鎮痛したムードが漂った。試合中に球団は千賀の降板理由を左足ふくらはぎの痛みと発表した。右肩の負傷からの復帰登板で襲ったまさかの事態。後半戦に調子を上げたチームの起爆剤になるかと思われたが、エースの今後に注目が集まっている。フルカウント編集部。